ビートメイニア EX、ビートメイニア EX、ビートマニア 2DX は1999年から、コナミ2006年3月から2016年10月まで、コナミデジタルエンタテインメントが、継承2016年11月から、コナミアミューズメントが再継承が稼働している、DJ シミュレーションの音楽ゲーム、ベマニシリーズの第2作目、ビートメイニアの、 操作デバイスにボタンを2つ追加し、さらにエフェクト機能の強化を図った機種。サードスタイルからエンプレスまでは、プレイステーション2にも移植されている。通称 EX2 次7件など、前身にあたるビトメイニアがすでにシリーズを完結したため、現在ではビトメイニアビーマニと呼んでも本シリーズを指すことがある。なお当初はビトメイニア E がシリーズタイトルであり、 DX は、筐体のバージョンという位置づけであった。詳細は口述。ビトメイニアのアンダーグラウンド的なアプローチとの差別化を図るために、メロディアスできらびやかな音楽が特徴である。中期は、ハウスやトランス、ユーロビートなどの楽曲を多く収録している傾向にある。また、近年では、ハッピーハードコアやガバなどのハードコアテクノが多く収録されるようになっている。 キャッチフレーズは、ザ・ウルティメイト・システム・ビトマイニア・デラックスバージョン。なお、フォース・スタイルまでは、ザ・ネクスト・ジェネレーション・ビトマイニア・デラックスバージョンであった。本作では、演奏中のムービーや、演奏終了後のリザルト画面などに、キャラクターが使用されている。ゲーム雑誌、月刊アルカディアに、本作のキャラクターの設定が掲載され、イラストレーターのゴールが手掛けたキャラクターは、 ルーツ26のタイトルで連載を持つようになり、フィギュア化やドラマ CD 化された。設置されている店舗により異なる場合もあるが、以下では一般的な筐体について記述する。ビトメイニア EX のアーケード版筐体は2人分の操作デバイス、エフェクターデバイス、ワイドディスプレイ、メインスピーカー、サイドスピーカー、照明、ボディソニック機能を備えた床部。 スタンドあるいは、ステップとも、カードリーダー、ナインススタイル以降等によって構成されている。操作デバイスは7つのボタン、鍵盤とターンテーブル、スタートボタンからなり、左右に2人分ある。基本的に全身のビトメイニアに準ずるものだが、鍵盤の配置間隔、ターンテーブルの配置位置が異なる。特にターンテーブルは 1P が左部。 NP がが右部にににに設置されてて、ているる。関係よより、ププレレイサイイサドによっっ同一の譜面であってもプレイ間隔が大幅に変わるゲーム画面であるワイドディスプレイの下にはフロントパネルがあり各プレイサイド用のスタートボタンその中央に挟まれる形でエフェクトスライダとエフェクト ON オフボタンとベフックスチェンジボタンそれぞれ縮めてエフェクトボタンとビフェックスボタン そしてスライダとボタンの上にプレイ中の曲名などが流れるマーキー領域記号0から9および AZ の英字を表示できる16セグメト LED が9つ並んでいるが存在するナインススタイル以降から搭載されているカードリーダーはリンクルまで出荷された筐体ではサイドスピーカーの真下に後付けされておりトライコロン以降に出荷された筐体あるいは リンクル以前の筐体で純正、ウバージョンキットを用いて、フロントパネルを改造した筐体では、フロントパネルのボタン類と、スライダとマーキー領域を挟み込む形で、内蔵されている。プレイステーション2用ビデオゲームとして発売されている。専用コントローラも用意されており、キー部分のユニットを取り外し回転させて接続する、ことで、両プレイサイドに対応している。 アーケード版の操作デバイスに比べると、キー感覚、サイズターンテーブルの高さなどに多少の差異がある。よりアーケード版に近いプレイ感覚を求める、プレイヤーのために、実寸に忠実なサイズで作られた、コナみ製のアーケードスタイルコントローラや R 字に、中国で製作されている、個人製作コントローラ、DJ ニングコン、DJ ダ CON なども販売されている。 2009年10月15日に発売されたビトメイニア X16 エンプレスプレミアムベストをもって家庭用 PS2 班での発売は終了した。2015年9月2日にイテコナミのいいアミューズメントクラウド自宅にいながらアーケードゲームが遊べるサービスにてシリアスの内容が入ったビトメイニア X インフィーニタスが発表。 すでにサービス開始しているマージャン格闘クラブや天下1、将棋界と違い、こちらは家庭用扱いになっている。2015年12月1日より、ビトメイニア X インフィーニタスが正式サービス開始となった。ビトメイニア X16 エンプレス、プレミアムベスト以来、約6年ぶりの家庭用となる。操作デバイスの違いを除き、基本的にビトメイニアに準ずる。判定。 2種のグルーブゲージなどの扱いもほぼ同じだが、本シリーズは判定。ゲージ増減等が比較的緩やかに設定される傾向。にや、減少型グルーブゲージで、グレートの数に応じゲージが回復する、など。いくつかの評価基準が存在するが、いずれも基本的に正確にプレイするほど高い評価を受ける。ゲームをスタートすると、カード認証画面を経て、プレイモード、ついで、 ゲームモードの選択をする。PS2 版では、初回起動時や、メモリーカード未使用時は、スタート時に使用するコントローラの種類を選してから、プレイモード、ゲームモードの選択を行い、メモリーカード使用時2回目以降の起動時は、スタート直後から、ゲームモードの選択を行う。ダブルプレイは1人用であり、2人以上でプレイする、ことは、ルール違反である。以下の記述は、 基本的にアーケード版の最新作、現在はロータゲを基準とする。支払い方法に応じて以下の差別化が図られている。ちなみにリゾーツアンセムまではコイン表記のみだったが、リンクル以降はクレジット表記に変更。これによりコイン表記はクレジット0コイン02のような2コイン1クレジットあるいはコイン3クレジットのようなコインに対するクレジット数を 表記する単位として使用されている。ここではクレジットで統一する。ベーシックコースの契約に加えて、プレミアムコースを契約することで、プラチナメンバーズカード機能の登録が可能になり、以下の特典を受けられる。以下は、アーケード版旧作及び家庭用のモードである。演奏する楽曲には、何度の異なる複数の譜面が用意されている。ノーマル、ハイパー、 アナザーの3つの譜面タイプが主に使われる。それぞれ青、黄、赤で色分けされている。家庭用においては、これら以外の特殊な譜面が用意されることがある。各譜面の難度は、数値で表現され、数値が高いほど難しい譜面であることを示す。難易度の段階は、譜面難度の上限が上がるにつれ何度か見直されており、5段階、7段階、セカンドスタイル以降、 七段階、5トン H スタイル以降、七プラス一段階、シックススタイル以降、八段階、テンススタイル八プラス一段階、EX レッドと上限が引き上げられていった。ハッピースカイにおいて、それまでの基準を踏まえた上で十二段階となり、現在に至っている。またこの際、従来は難易度の設定が、ハイパーフ面と同じになっていたアナザーフ面についても難易度が定め、 された、家庭用では EX レッドにて、アナザー譜面にも8プラス1段階の難易度表記が実装された。ちなみに5トン H スタイルは、レベル7の漢字表記が、極と金の2段階に分かれていた。また B4U の SP ハイパー譜面は、難易度がプレイサイド別に分けられていた、1P 側は、極で 2P 側金だった。例外として、 ギャンブルのハイパー譜面はレベルが1なのにもかかわらず、判定が非常に厳しい。このため、上級者も大苦戦するほどである。アーケード版のみ表示される指標。イーアミューズメントを使用した全プレイの通算クリア率を表示する。コプラ以前のフルコンボレートは、ハザードモードでクリアレートの代わりに表示されてを、シノブズ以降のフルコンボレートは、すべてのモードで、 クリアレートと同時に表示されるようになった。初期状態ではプレイできず特定の条件が満たされることによって初めてプレイ可能となる曲を隠し曲と呼ぶことが多い。これまでに発売されたすべてのバージョンにおいて隠し曲が存在し、その出現条件は実に様々である。以下に挙げるのは1回のクレジットプレイで条件を揃えることができるもの。 以下に挙げるのは、一回のクレジットでは条件を揃えられないもの。E アミューズメントに対応した9インス,スタイル以降、カードに保存されるプレイ記録などが条件となる。通常の最終ステージにあたるファイナルステージにおいて、通常のエクストラステージ出現条件に加え、さらに一定の条件を満たすことで、エクストラステージで専用の楽曲、エクストラ曲が出現する。 解禁前はこのステージでしか出現せず、セブンススタイル以降は、条件達成時にファイナルステージの曲リザルトや、エクストラステージ選曲画面で特殊な演出が用意、されている。エクストラステージで一定の条件を満たしてクリアすると続けて、ワンモアエクストラステージに突入し、専用曲、ワンモアエクストラステージ専用曲をプレイすることになる。セブンススタイルから導入された。 出現条件は一貫して、エクストラステージ専用曲内誌は、特殊カテゴリーの曲すべてで、一定の成績を取得するといったもの。エクストラステージ専用曲と同様に、条件達成時には、エクストラステージのリザルト画面が専用のものに、差し替わる。ナインススタイルでは出現された時に、フリーズの現象が起きていた。ワンモアエクストラステージ専用曲はその作品の、 ラストボスとして扱われ、アーケード版では、株 LED セグメントで、専用の文章が流れるといった特殊な演出が用意されることもある。コプラからは、初回挑戦時に回復しない、グルーブゲージが設定され、実質的にライフ制での挑戦となる仕様がある。ボスフォルダとも、エクストラステージにおいて、特殊なカテゴリーが出現し、それを選択することで、 エクストラステージ専用曲をプレイすることができる。通常のカテゴリーとは異なり、一旦開くと特殊な選択画面に推移するため、他のカテゴリーに戻ることはできなくなる。カテゴリーにおおよそ3から4曲が収録されているが、プレイするには、曲、譜面ごとに設定された条件も満たす必要がある。また、カテゴリー内の曲をすべて一定の条件を満たして、クリアすることで、 n e モアエクストラステージに突入する。ゴールド以降は特殊カテゴリーに加えて従来のエクストラステージ専用曲ワンモアエクストラステージ専用曲も存在する。以下はシリーズ別のカテゴリーの名称である。各種曲が無条件でプレイできるようになったり、出現条件が存在しなかった曲、完全各種曲と呼ばれたがプレイできるようになることを解禁と呼ぶ。 かつてはインターネットランキング終了時に解禁されることが多かったが、リゾーツアンセム以降は次回作稼働時、スポーダ以降は2作品超えて、ようやく解禁される隠し曲も存在している。現在では大半の曲にアナザン譜面が用意されているが、新規楽曲の一部ではその存在が伏せられていることがある。このような譜面は解禁が行われたり、 特定の条件を満たすことでプレイできるようになる。また、後のバージョンでアナザン譜面が追加される場合がある。ビトメイニア X で使用可能なオプションやそれに関連するシステム事項その他を紹介する。選曲中などの特定の画面でスタートボタンを押しながら鍵盤やターンテーブルを操作することでプレイオプションが変更できる。トライコロ以降は 全体的にオプションの見直しが行われており、操作方法やキーの割り当てなどは過去作から変更されている。また、ゲームの難易度を下げるオプション、ゲージオプションとアシストオプションのみに絞り込んだ、初心者向けのビギナーオプションも用意されており、すべてのオプションを使用するには通常オプションに切り替えなければならない。さらにロータゲで大幅なオプションの見直しが行われ、 オプションウィンドウ内の点キーオプションにエクストラプションの正式名称が与えられた。基本のキー操作以外で設定するものバージョンによっては隠しコマンドが必要な場合もある。以下の記述はキャノンボールヤーズ以前の作品で使用できたオプション。以下の記述は基本的にリンクル以前の作品で使用できたオプション。以下のオプションは適用した場合、スコアクリアの記録は行われない。 G ジャッジ G ジャッジ A は家庭用のみ保存される。シリーズ開始当初はビトメイニアのように若干小型化された筐体のリリースも予定されていたこの小型筐体の特徴としてスタートボタンは中央のコイン投入口の両側に存在することターンテーブルが小さいことなどが挙げられる。しかし現行の筐体当初はデラックス版としての位置づけだった。 先行出荷したことによりこの小型筐体の受注が集まらず、小型筐体版の発売は中止された。小型筐体も一応完成まではしていたらしく1999年のアミューズメントマシンショー、AAM ショーでは、セカンドスタイルの小型筐体版、小型筐体にセカンドスタイルを入れたバージョンが参考出展され一般入場者もプレイすることができたほか、 プレイステーション2ッ6ススタイルにおける上級者のプレイムービーではこの筐体が使用されている。プレイステーション2版の制作はサードスタイル、6ススタイルまではコナミコンピュータエンターテインメントジャパン、KK、あとの小島プロダクションであったが、セブンススタイル以降は家庭用、ポップ、N ミュージックの開発元であったコナミコンピュータエンターテインメントスタジオ、 キュークススタジオに変わっている後にコナミグループのゲーム開発事業はすべてコミ本社に吸収されさらにコナミデジタルエンタテインメントという新会社に譲渡されたそのため現在は開発会社の別はなくなっているビトメイニア EX 初期ファーストスタイルの頃新曲とは別にビトメイニアシリーズの一部楽曲が移植されていたしかし当時は ビトメイニアの延長戦に過ぎなかったためなのか、7キースでプレイしても譜面は5キースという忠実な移植であった。その改定版に当たるサブストリームでは、新規に移植された楽曲には7キース譜面が搭載され、さらに、ファーストスタイルの一部楽曲は、アナザン譜面として7キース譜面が追加されている。しかしこれらの楽曲は、サードスタイルで、 すべて削除されており、サブストリームに収録された、ビトメイニアシリーズ移植曲、ナハナハ VS、ギャトッチンバトルを除くと新規の譜面で復活した、20、ノーベンバーを除いた楽曲は一度も復活していない。家庭用サードスタイルでこれらのビトメイニア移植曲の一部が、各詞曲として収録されている。その後家庭用ディストロテッドでペマにシリーズ10周年、記念として、 ビトメイニアシリーズの曲を復刻移植したことをきっかけに、家庭用タイトルでのビトメイニア収録曲、およびビトメイニアに移植されことのある、別機種の曲の復刻移植が定例化する。この財布面は新たに7鍵盤用に作り直されているが、楽曲の元データが残っていたものは完全新規、残っていないものについては、ノーツイチの変という形をとっている。またこれらの復刻移植曲は、 ゴキースオプションを使用することでビトメイニアにおける不明をプレイできるという隠し要素も備えている。オンライン非対応だった AS スタイルまではテストモードでのコマンド入力。オンラインに対応した9インスタイル以降ではネットワークに接続して自動解禁という方法をとっている。オフラインで設置している店舗を考慮して9インスタイルと1 0ススタイルには コマンド解禁の方法も搭載されていたが、テンススタイルにて解禁コマンドを解析してフライングで解禁したテンポがあり、またそのコマンドをインターネット上で公表した人物がいた。この事態を受けてスタッフはテンススタイルにおいて従来よりも早くインターネットランキング01終了前に解禁を行い、次回作である EX レッドより解禁方式を オンライン自動解禁方式に一本化した。そのため EX レッド以降はオフラインで設置している店の場合、初期状態から一切隠し要素が解禁されないことになる。DJ とルパースから本格採用。各都道府県のゲームセンターで初めてプレイするとアンディアというメダルを獲得できる。これを利用し日本全国のゲームセンターで ビトメイニア X をプレイするプレイヤーがおり、各地方制覇で金メダルが全47都道府県制覇でプラチナメダルを獲得できる。テンポ数、筐体数もカウントされており、同じ都道府県でも違うテンポや筐体をプレイして、カウント数を稼ぐプレイヤーもいる。ビトメイニアシリーズでは、過去に4回、前作まで収録されていた楽曲がすべて削除され、 収録曲を総入れ替えしたことがあった。これに対し EX シリーズでは前作まで収録されていた楽曲の大半は引き続き新作にも収録される。しかし全てが引き継がれるわけではなく外部レーベルの曲で提供元とのライセンス契約切れた曲のほかコナミオリジナル曲であっても人気、不人気に関係なく削除される曲が発生する。なお、 一度削除された楽曲でも後の作品で再び収録されることがある。ナインススタイルの稼働時には事前に公式サイトで投票が行われ、大量の削除曲が復活することとなった。この削除曲の復活はフォーススタイルで初めて採用され、その後は何曲かが削除されるとともに何曲かが復活するという流れが高齢化している。ビトメイニアシリーズ。 ダンスダンスレボリューションシリーズと同様に何通りもの汎用ムービーがあるが EX シリーズの場合他の汎用ムービー使用曲との差別化を図るため一部の曲には曲専用のアニメーション、出力アニメ、レイヤーなどと呼ばれるグレートやバットプアなどの判定 EX スコアに反応して出力されるものもあるが挿入される曲ロード中はムービー表示領域に 現在のステージ数、曲のジャンル名、タイトルアーティスト名が表示される、5トン H スタイル、リンクルではそのバージョンの新曲と旧曲で文字と背景の配色が反転し、またハッピースカイ以降では新曲のタイトル用標準フォントも変わる。曲によってはタイトルが通常とは別のフォントやロゴマークになったり、曲オリジナルの背景が使用されることがあるが、すべての曲が、 同一フォーマットに統一されたバージョンもある。ダブルプレイ時のムービーはバージョンによって表示の仕方に違いがあった。シックスス,スタイルまではダブルプレイ用の汎用ムービーが表示されているのが基本であった。セブンススタイル以降、新曲に関してはシングルプレイと同じムービーが左右2つずつ、計4つの小型ムービーが出力される仕様に変更。9ススタイル以降では、 システムの大幅更新もあり、全曲においてシングルプレイと同じムービーが4つ出力されるようになる。加えてディストロテット以降ではレイヤーも出力されるようになった。家庭用への収録の際にムービーが差し替えられるケースがある。家庭用で追加された専用ムービーは後にアーケード版にも移植されることが多い。最近では 性的表現を含んでいる専用ムービーが差し替えの対象となる傾向もある。他い、アミューズメントパーティシペーション機種と違い、DVD、海外では USB メモリでのアップデートが必要なため、トライコロ以降の作品でもオフライン稼働している店舗が少数であるが存在する。その場合、隠し要素はすべて未解禁状態となる。 DJ トルパースリンクルまではオフラインで稼働する場合は BE と一固定、ゴールド以前は全解禁状態の維持が可能。トライコロシノブズまでは無償でバージョンアップが行われたがキャノンボールヤーズでは内部基板等の交換が発生するため優勝バージョンアップとなり導入を見送りシノブズのまま稼働継続の店舗も存在していた。なお、 シノブズの筐体上でのオンラインサービスは2018年6月30日23時59分で終了しているため、それらの店舗では同日以降プレイ不可能となっている。すべての筐体に共通して、新規出荷用筐体は、筐体本体から、ワイドモニター、サイドスピーカー、トップスピーカー、支柱にステップまで、工場出荷時から、それぞれが一つのパーツとして配送される。 これらのパーツ類を組み合わせることで筐体が完成する。ビトメイニアシリーズがプレイステーションで発売されていたのに対し、こちらはすべてプレイステーションに用ソフトとして発売されている。タイトルの後ろにがついているタイトルは、コナミスタイルにて限定販売の特別版も存在する。エンプレス、プレミアム、ベスト発売前後に、 家庭用開発チームの中心的存在である LED こと角田俊之がブログなどで今作が PS2 では最後と発言している。エンプレスプレミアムベストはプレイステーション2では最後の作品ながらシリーズ初のディスク2枚組であり過去に収録された楽曲で人気だったものを再収録。合計収録曲は過去最高の180以上と 膨大なな曲数になった。家庭用では、新曲のほぼ全部究極からいくつか、家庭用オリジナル新曲という収録方法が取られている。フィフススタイル、シックススタイルでは、ブライエックスコースを再現する方向で究極がセレクトされていたが、セブンススタイル以降は、家庭用オリジナルエキスパートコースを収録するようになった。そのためどの究極がセレクトされるかが、 話題になることがある。テンススタイルまでは一作前の楽曲も再録されていたが、イクスレッド以降は基本的に二作より前の楽曲が対象となっている。例外はディストロテッドに再録されたメイトプレミアムベストに収録されたジャトルーパースの曲のみ。また、アーケードではすでに削除されている曲も再録されるようになった。これらの再録曲には、 新しくアナザー譜面が追加されることもある。また、ディストロテッド以降は、ビトメイニアシリーズからの復刻移植が行われるようになり、新規の7件譜面に加えて、ビトメイニアでの5件譜面も収録されている。フォーススタイルから、シックススタイルには、ニューソングスコレクションマイナスという副題がついているが、他と同様に究極も収録されている。フォーススタイルは、 究極が2曲のみと少なかったが、コトン H スタイル、6ススタイルでは以降の作品と同程度に増えた。6ススタイルの発売以降、続編の制作がしばらく凍結された。コナミスタイルのカスタムファクトリーにユーザーからの希望が多数寄せられたことで、続編制作プロジェクトが開始され、1万人のアンケート回答。 2万人の製品予約を経て7トン H スタイルが制作された。セブンススタイルではシリーズの家庭用一色再開が最優先課題とされたためか、いわゆる家庭用オリジナル新曲が一切存在ていない。同作ではタイトルロゴが表示される前に商品化が実現したことについての感謝の言葉が表示されている。また、セブンススタイル以降の作品では、 エンディングのスタッフロールに、アルビットマナーやドックスプレイヤーズという一文が追加されている。エンプレス以降 PC 用が発表されるまで、再び家庭用の制作が凍結されていた。そのためユーザーから家庭用続編の発売を希望する声が上がっているが、コナミの通販、サイトコナミスタイルは、現在火曜ビトメイニア EDX の発売予定は、ないとツイッター上で発表していた。 が EX インフィニタスのクローズドアルファテスト開始により凍結は解消された。コナミが運営する携帯電話向けゲームサイト、コナミネット DX 内にあるビットマナアドックスの携帯電話用アプリ版。アーケード版、家庭用とは違い、容量や携帯電話の使用の関係で多少の違いがある。DJ レベルが B 以上、一部 AA 以上になると、 スペシャル画像が表示され、エンディングが流れる。また、スペシャル画像は特定の週になると、DJ レベルに関係なく表示される。さらに、一部の収録曲では決まった規定に達すると、スペシャル画像とは違う隠し画像が表示される。上記とは別に、パチスロ、ビトメイニアの関連アプリとして、上記とシステムが類似したビトメイニアゲアプリも配信されている。ただし、 こちらは、スクラッチプラス4ボタンとなっている、ビトメイニア、パチスロ携帯電話アプリ版も参照。タイトルは、ビトメイニアだが、扱われている題材は、ビトメイニア X である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。